今、手は空いていらっしゃるかしらええ。ここに来るのは初めてよ。はあ、見てわからないのここはいちいち説明しないと何もしてくれない治療院なのかしらうんそう。 患者が自分の怪我の状態をどれだけ把握しているか確認したいわけね。ま、あ、意味があるのならいいわ。ところで、ヒーラーはあなただけなの大きな治療院だと思ったのだけど。他の人は巡回中なのね。ああ、別に女性のヒーラーがいいとか、そういう意味があるんじゃないわ。 どうせ誰が相手でも私は <laughs> 何でもないわ治療をお願いします私の名前はルーテシア怪我をした場所は左腕と足それから背中ね 《あっそうよ私昨晩からこの治療院に入院して昨日は一通り検査をしてもらったけど怪我の具合は》あいつ魔法が解けたから。 違う魔法でなんとかなっていたけれど魔物の攻撃をかわした時に足をざっくり切ってしまったからこのままじゃ普通に歩くにも時間がかかりそうね早く治ればいいのだけれど 入ってもいいわよおおはよう今日も検査かしら今日から本格的な治療に移るそうならお願いするわねあいえ そこは別に痛くないわねもっと下の方あそこは少し痛み止めそうねあるならいただけるこの調子じゃリハビリに入るにも集中できなそうだもの 次に消毒てっきり魔法で全て終わらせてしまうのかと思ったけれどここの治療院は魔法はあまり使わない主義なのね近くにあったし前に行った治療院は行きづらかったしてここを選んでみたけれど案外悪くないかも。 な,なんでもないわよ消毒液が染みただけ続けてそれより次は何をするのかしら包帯を巻くのね足を上げて。 えっと、こんな感じでいいかしら包帯を巻くのもすごく手慣れている治療院の人だから当然といえば当然なんだけど私がさっき 痛いって言ったところに力をかけないように丁寧に巻いてるそういう細かいところも患者のためを思っているのかしらああ,ありがとう。 足はこれで終わりかしらえ最後に癒しの呪文をてっきりここは魔法を使った治療はしないのかと思っていたわ次は背中えっと脱げばいいのかしらああ入院着は 脱がなくても治療ができるようになっているのね分かったわじゃあお願いえっとうつ伏せになって背中をめくってこれでいいかしら そう、じゃあよろしく。 ごめんなさいいきなり冷たくなったから少し驚いただけよほら続けてびっくりした濡れタオルで背中を拭いてくれたのね いえ今日は怪我ではないの魔物の討伐に行っていたんだけど体が凝ってしまってマッサージの方をお願いできるかしらあえっとそうねせっかくあなたがいるんだしあなたにやってもらいたいかもあももちろん他の人の治療があるなら構わないけど そう…手が空いているのねじゃあお願い待たせてごめんなさい着替え終わったわよへえー、ここが処置室 入院した時に使っていた部屋とは違う雰囲気ねベッドごとにカーテンで仕切られていてなんだかいい香りもするわこれはアロマリラックスする香りなのね <laughs> これも患者のためなのかしらあ嫌味じゃないわよ 入院してよく分かったのあなたたちが誰よりも私たち患者を思ってくれているってことだから私はまたここを訪れたのよ 足の裏ええ痛くはないけどもう少し強くそそうねお願いしようかしらごごめんなさい 痛かったというわけではなくてそのびっくりしてしまってそんなに気持ちよかったかって違うよびっくりしただけ気持ちよくなんてなってないんだからねととにかく痛くはないから強さは今ので大丈夫よ続きをお願いできるかしら 嘘…気持ちいいダメこれすごくふわふわするオイルが広がってひんやりして気持ちよくてそこをさらに強く押してもらうと思わず声が漏れて。 次は、太も,もええ大丈夫よお願いします していたところええもう痛くないわあなたがしっかり治療してくれたおかげで足がむくんでいたからこうやってほぐしてもらえてすごくいいけどでもやっぱりくすぐったいわ。 ケガの治療をしていたときとは触り方が違うし、それにオイルのせいでくすぐったくてお、お尻の方もオイルで濡れて、変な感じ。とはいえ、さすがに慣れてきたから、このままなら耐えられるはず。 久しぶりねあなたがいてよかったであごめんなさい雨の中起きたからぬれてしまっていていえ今日はその怪我をしたわけじゃないわでも 怪我の治療だけでなくて、その、心のケアもしてくれると前に聞いたから、今日は、そちらをお願いしたくて、あなたに、いいかしら。 ありがとうでも私こういうの初めてでだからうまくできなかったらごめんなさいアリシア姉様は聡明な人容量が良くて領土の管理をしているの何をやってもそつなくこなして領民からの信頼も厚いクローディア姉様は とにかく優しい人その優しさに惹かれて多くの人が集まってくるわだから他の家との交流も盛んでいろいろな情報を得ることができるでも私はお姉さまたちと違って何も取り柄がなかったわ剣の腕こんなの大したことじゃないわ 私より強いいいい人なんていっぱいいるそりゃお姉様たちと戦ったら私が勝つかもしれないけどそもそも私たちのような貴族の女は戦うことなんてないわ逆におしとやかじゃないって怒られてしまうくらい最初のうちはお父様もお母様も私にいろいろと学ばせようとしていたのだけど当然だけど。 そんな私を誰も愛してくれるわけがないだから私ソロになったのよソロなら誰に迷惑をかけることもないそれに魔物を討伐できれば少なくとも自分はそれくらいはできる人間なんだと思えるからでも怪我をしても治してもらえないし 連携して戦うことも難しいそれに仲の良さそうなパーティーを見かけると余計に虚しくなって初めて無能な貴族の娘でもわがままな剣士でもないルーテシアという個人を見てもらえたような気がして <laughs> Ha ha ha! 昨日はありがとう。色々と、不甲斐ないところを見せてしまったわね。でも、あなたのおかげで、今までずっとこらえていたことを吐き出せたわ。<laughs> 治療だけじゃなくて、メンタルケアまで得意なんて。あなた、本当に優秀ね。それで、 その今日はあなたにお願いがあって来たんだけどええお願いよ治療じゃなくてねあなた私とパーティーを組まないちょっと そんなに驚かなくてもいいじゃないキュアヒーラー心に傷を抱えたツンデレお嬢様剣士と治癒士の僕 PR ボイスをお聞きの皆さんこんにちはこんばんはおはようございますルーテシア役アシタバヨモギです 今このフリートークをお聞きくださっているということは作品に興味を持って再生をポチッと押してくださっているのだと思うのでさらに興味を持っていただけるよう少しお話ししていきますこの作品は異世界獣愛、癒しがコンセプトの作品ですヒロインはツンデレお嬢様剣士とある貴族の娘さんなのですが様々な事情で冒険者になる道を選び その途中で大怪我を負ってしまい主人公が働く治療院を訪れるというところから物語は始まりますツンデレお嬢様と聞いて皆さんが連想されるキャラがどういったものかはそれぞれだとは思うのですがいわゆる定番とされるツンデレキャラとは違うキャラだなと私は思っています声は低めで他人との距離をすごくとっているような 初対面であんな態度取られたらちょっと怖いななんて思ってしまう人もいるようなキャラなのですがそうなってしまったのにはもちろん理由がありますルーテシアさんの過去を思うとかなり辛かっただろうなだから主人公と出会えて彼女はなんていうのをたくさん想像しながら役作りをして演じましたそしてツンデレというからにはその要素も後々出てきます 聞き始めと聞き終わりではルーテシアさんへの印象もガラリと変わっているのではないかと思うのでぜひ体感してほしいですしそういった物語を経て関係が変わっていくというのが好きな方やギャップが好きな方にもおすすめですまた癒し作品というのは聞き手側が癒しを与えてもらうという場合の方が多いと思います実際 D ブレスト様のキュアシリーズでは これまで働く女性からの癒しがテーマとのことで私も以前キュアメイドという作品でたっぷり癒す側の役をやったのですが今回はその逆です聞き手側があなたが癒しを与えるというものですなのでそのパターンは初めてだという方もいらっしゃるかもしれませんこれはこれでいいものだなときっと感じていただけると思いますぜひ ルーテシアさんを心身ともに癒してあげてくださいちなみに演技にもいろいろな要素がありましてあんなことやこんなことをしたんですよとそれについては本編のフリートークで存分に語りたいなと思うのでこの作品を気になってご購入くださった方はぜひそちらのフリートークもお聞きいただければと思いますということでまた本編でお会いできたら嬉しいです PR ボイスを最後までお聞きくださり ありがとうございました。ルーテシア役、明日はよもぎでした。それではまたね。